今週も頑張りましょう。乾杯。ポン酢味になる。ポン酢の味。お好みで万能ネギポン酢に入れてください。これこれ強兵がこうやって焼くの珍しく湯気出てるよ。かっこいい。入らないでください。入らないでください。ごめんごめん。シェルハウス1回1ヶ月だけせえ。バイハルのさ、みたいな感じだな。うわあ。あ、でもあれはちょっと楽しそうじゃない。いただきます。幸せ。まあまあ。ご飯屋さんに、はい、来ましたけども。びっくりよ。今日はなんと、はい、ケントのご褒美企画でーす。新年の時にまた考えてますみたいな感じだったんですけど、新年会です。やったー、新年会、やったー、やったー、新年会でございます。いいじゃん。あるものを食べに来まして、こちらに来させていただきました。なるほどね。はい、ブリシャブです。めちゃくちゃいいやん、ブリシャブ最高。僕ジョー君とロケで行きましたよね。行った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 ね。めっちゃうまかったな。めっちゃうまかった。それが忘れられなくて。なるほど。こうカメラだけ置いて、この普段の僕らの、まあ、新年会、まあ、YouTube 回ってますけれども、そのちょっと僕ら新年会を覗き見していただこうと、ね、いう感じでやらせていただきたいなと。最高思います。ありがとう。最高。だからあのそれだけ気にしなくていいです。なるほど。喋ってもらえたら早速メニュー見ていきますか。見よう見よう。マジでいいの。はい、こっちのメニューあるよ。ほら見ましょう。見て見て見て。まずはめっちゃ海鮮やん。うわ、おいしそう。うわー、量量うまそう。うわー、うわー、 It's 海鮮パーティー。魚の焼肉って何？何それ。すごいな。肉じゃないもん。うわ、のどぐろからの、あ、のどぐろ。うわ、のどぐろ食べたい。のどぐろ食べたい。持ってて、ガリもある。あるんじゃない。ガリやん。ガリお寿司あるからね。いや、ガリ単品で頼まへんのよ。ガリ多めっていう。この人だって一緒に焼肉行った時になんか肉寿司みたいなとこがあって、そのガリもあるわけやん。でもガリってもうちょっと備わってる時やん。なんかガリがそこのがめっちゃ美味しいからってガリだけ頼まないですかって言ったら山盛りのガリ来て持ってきてくれた。そうで、これお金出しますねって言ったら、いや大丈夫です無料でみたいな。へえ、優しかった。優しいな。海鮮みたい。海鮮みたい。海鮮みたい。海鮮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 みたい。どれにするの？何でもいいんじゃない？ケント君って好きな食べ物ある？すき焼きかな。私のことは？いい感じかな。好きだよでしょ。いや、すき焼きやろ。そんな好きだよ。すき焼きって可愛くね。なんか食べたいのとか。長っ。まだしてるやん。じゃあひとまず乾杯しますか。はい、はい、そうですね。じゃあケント君。はい、それでは新年会ということで2024年になりました。今年も頑張りましょう。頑張ろう。うわー、うまー。すいません、注文いいですか。はい、ブリシャブを他のお料理も頼むとして、この7人だったら何人前がいいですか。2人前を2台とかにして。おあ、あと今日白子が入ったんで。うわー、ブリシャブに白子しゃぶしゃぶ。絶対それがいい。白子しゃぶしゃぶするんですか。お願いします。初めて。白子、それでお願いします。こちらで岩タコってタコです。タコです、はい。タコもしゃぶれる。しゃぶしゃぶでしたい。タコもタコタコで、じゃあ1でお願いします。お、これどうしました。タコ食べた。あ、そっちもタコあるよ。ガニとかってあったりします。ガリありますよ。うわ、美味しい。じゃあ美味しい。美味しいじゃん。まだ来てない。美味しいじゃないよ。嬉しいやな。ガリ多め。わかりました。うるさいな。ガリこだわり2とりあえずぐらいかな。ブリシャブ、ブリシャブ、嬉しい。ガリ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 、間違ってる間違ってる。ここブリシャブ。ガリシャブすればガリシャブ。ブリシャブいいや。今日食べた。なんか弁当だけ。まあそうやな。弁当だけ。ダーちゃん食ってなかった。めっちゃ食べた。でもお腹空いてんの。多分ね、もうちょっと今生食べてないよ。あれは多分めっちゃお菓子食べてたよ。お菓子食べた。正月過ぎてから胃がやばい。大きくなった。胃のキャパが増えた。もう増えてる。なんか俺正月ばあちゃん家行ってさ、なにわ男子のグッズとかポスターとかすっごい貼ってくれてる。貼ってくれてるよな。めっちゃ嬉しいねんけど。嬉しいね。なにわ男子の写真の横モーツァルトやって、えってばあちゃんさって、いや嬉しいんだけど、なんでモーツァルトと
何を男子並べてんのっていう掛け持ち掛け持ちなの、モータルトと掛け持ち。でももう壁一面何を男子わかる、嬉しいよね。もう白 の, あの壁がないぐらいほんまに全部貼ってくれたよ、うん、しかもやっぱりこう昔のさ10年前ぐらいのジュニアの時のさうちわとかがさ飾られてるやん、白やったやろな、ちょっと黄ばんでんねちょっと黄色枠が黄色になってきてていい感じ、年季を感じるみたいなね、あるあるよな、うん、お、なんか来ましたよ、お、ほら手作りキムチですね、うわー、ありがとうございます、気持ちいい、あとこれ、ガリガリ、ガリ来たよ、ガリ来たよ、これあと自家製味噌の味噌キュウリ、うわー、味噌美味しいんでいっぱいつけて召し上がってください、ありがとうございます、いただき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 ます、キムチ、キムチ、いただきます、キムチ、キムチ、ガリガリ、一人違うのよ、でかっ、くちゃくちゃ、いただきます、うん、まっうまっ、おばあちゃんの手作りキムチうまっ、マシッソよ、こんだけしかないのか、どっちかのマシッソ、おばあちゃん、うまい、ほんのりある、おいしい、うん、新鮮だ、いいっすね、うまっ、めっちゃうまい、そんなガリ方のやつおらんよ、この甘さ3、辛さ7、辛さ7、すばらしい、ガツンとこう、喉にね、で食べば噛めば噛むほど甘くなる、CM みたいになってるよ、喉越しはビールぐらいあるよな、ある詰まる感じある、しかもめっちゃキンキンに冷えてやがる、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 キンキンに冷えてやがる、こうやってこうやってキンキンに冷えてやがる、チンチロやりながらやろう、なんか7人ってマジですぐなくなるんだ、なくなるね、まあ、でもさっきもなんかやってるから、キュウリ食べる人じゃんけんする、うん、食べよう、よし、一緒、はいはい、食べな、最初はグー、じゃんけん、ぽい、グー、グーおる、グーおる、チョキ、ぽい、パー、はい、こうでしょ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 、最初はグー、じゃんけん、ぽい、はい、こうでしょ、ぽい、わーい、くっそくっそー、最初はグー、じゃんけん、ぽい、はい、こうでしょ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 、くそーうし、くそくそくそねえねん、この距離めっちゃ、あめっちゃ勇気で、こんなガリの色、ガリよくちょうだい、ガリ食レポしてる、ガリめっちゃうまい、うまいよ、これもらっていい、まあ、でも頼んだらいいや、またまたさ、キムチみたいなもんやねんから、牛すじ煮込み、牛すじ、はい、めっちゃ早来ました、ありがとうございます、フグの唐揚げと、フグの唐揚げ、だし巻き卵、だし巻き卵、あといいね、あとフライドポテトと、はい、フライドポテト、はい、フライドポテト、あと、あ、すいガリ、はい、もうなくなったの、今日出過ぎちゃって、あれがすごいね、おおまかっつ、出過ぎちゃったんだけど、強兵みたいな人結構おんねん、おんねん、ガリ好き、すいません、いや、美味しかったガリ好き、あ、大丈夫です、ありがとうございます、ガリ美味しい、あとキムチもらっていいですか、なんかごめんな、逆に俺らちょっともらって、ちょっと緊張、いや、あ、フグは入れんには確かにな、ちょうどいいと思うんですよ、うまーい、美味しい、やらかどれくらいやらかい、俺のだい俺不利かな、そんな、うん、こっち見てて俺のほっぺくらいあらら、あれ俺のお尻ぐらいって言おうとしたけど嫌やろ、嫌や、なんかご飯食ってる時のお尻、ありがとうございます、って考えたらお尻プリンプリンあかんな、美味しいな、それ、うまっ、うん、ドラマは順調ですか、結構、まあ順調やね、いや、誰やね飛ばしとるな、順調やと思って、こちらが自動でせせり肉の、うわー、来たよ、来たよ、来たよ、ありがとうございます、うまそう、キャハー、インサートあります、なんか、あれはやる、あ、いや、いける、あ、もう次インサートね、いい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 ね、あ、湯気も出てる、え、揚げていくやつじゃない、いい湯気出てる、湯気見えるかな、揚げたら止め、湯気ちょっと待って、湯気吐いてる、吐いてる、湯気出てるよ、おっ、かっこいい、すいません、入らないでください、入らないでください、ごめんごめん、入らないでください、どうしたどうした、ミッチが食べたい言ってたからこれ、どう、うまい、うわ、いいな、食べよう、せっせり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 、はい、せっせり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 、結構衝撃やった、いきます、恋する稽古はどういう役なんですか、いや、僕が結構
頭脳派。アクションもするけど、なんかパソコンとかで、で、ヒカル君がどっちかというとエース。そう、こっちから殴ったりはしない。基本合気道に近いんかな。なるほどね。え、そういうなんかさ、先生がいるんだから。うん。アクションというかそういう。そうだ。うん。あれ、ボーダー。なんだ。それ。鼻水出てきたから危ねえと思って。わかるわかる。でも、あ、今鼻水止めてない。うん。鼻水が出てきたから。ここでちょっと主演の岩本照君問題。うん。ちょっと年末ぐらいさ、うん、まあ SnowMan の皆様も番組あったり、あとは配信で結構ライブみたいな感じしてたよ、はいはい、絶対疲れてるやん、うん、で空き時間があったのよ、うん、2時間ぐらい、うん、俺がまあ休んどいてくださいよって言って、うん、したらなんて言ったと思う、あ、2時間空きです、ヒカル君クイズ、うん、休んどいてください、休んどいてください、もうでも寝といてくださいよ、もうこんぐらい、こんな感じ、うん、これやったら2時間空きやで、うん、はいはい、ボディチェック、筋トレ、あー、うん、はい、はい、ちょ、一旦クリフハンガーやってくるわ、サスケ、サスケね、俺めっちゃ待ってそれ、この寝といてくださいよ、休んどいてくださいよの後、うん、こんな返し言える人おらんと思った、あ、おらん、あ、なるほど、寝といてくださいよって言ったら、死んだらいつでも寝れるじゃん、いそれ名言や、いそれすげえ、おしゃれ、おしゃれにかっこいい、これ俺も言おう、お前さん時間ちょっと空いてるんで寝といてくださいよ、寝るのいつでも寝れるじゃん、死んだら、よかった、ヒカル君よりちょっと上行った、フライドポテト、ありがとうございます、フライドポテト、やったー、いました、やばいぞこれ、あ、いただきます、うわー思った、いただきましょう、いただこう、いただきます、ありがとう、これが先生しました、どうぞ、もうすぐかってる、のどぐろうまいただきましょう、いただこう、いただきます、うまっ、まままどれにしますか、どれにしようかな、天の神様の言う通り、ピッポッカカキの種、いただきます、うん、おいしいな、あ、絶対大根の CM 来る、なんでですか、じゃあ、ちょっと一人一個ずつの一人一個ずつです、今大根食べたから俺終わり、はい、なんでほんま初手終わりです、エグいって、あれこれは何、肝醤油、うん、これは、これが肝醤油、コリコリしてる、カイたちを、じゃあ、いただきます、あ、のどぐろ、のどぐろいきます、プリプリ、のどプリ、あ、のどプリ出た、のどプリです、うまい、美味しいね、うん、全部うまこれ、うま、これも美味しい、いいな、めっちゃうまい、いいな、いいな、めっちゃうまい、うますぎて匂いもおかしになってる、めっちゃうまい、いただきます、幸せ、うまっ、うまっ、おいしい、あー、いいわ、あ、それ私の会員、誰やねん、これ、あ、それ私の会、ジョーコの会、うん、私の会、あー、あー、ちょっと待って、それ目しみる、醤油がしみる、無理、無理、あ、食べへん、誰もやさ、うん、なんか、今日メガネかけてるけどさ、うん、なんでレンズない、え、ほんまや、ノーレンズ、ポイントは、いや、やっぱり賢く見せるため、インテリア、インテリア、インテリア、うわー、カメリア、味しっかりしてるんで、そのまま召し上がってください、卵来たよ、出てきたよ、すいません、大丈夫ですかね、取っちゃいます、取っちゃう、取っちゃう、取っちゃう、みんな7ある、卵、自炊はすんの、自炊か、せんな、たまーにする、何作る、この寒い時期はもう鍋、なるほどな、鍋ってさ、賞味楽よな、マジで楽、冷蔵庫とか何入ってるうわ、水、あ、水、お茶、以上、大橋やばそうか、お、冷凍庫パンパン、え、冷凍庫、冷凍庫がパンパン、凍らしたりするやん、食材も、うん、これ多分冷凍庫に
あの、マグロとかある。丸ごと丸ごとマグロ。家どんな冷蔵庫？あの、柵に、柵で柵で置いて、中トロ、大トロ、で、パスタもあの普通の乾麺じゃなくて生麺が好きやから製麺所で、オンラインでやって製麺所？製麺所、製麺所、へぇ、ボトルチーズだもん。あの、その店で食べた麺がめちゃくちゃ美味しすぎて、どこのか聞いてそこでやってもらった。こだわりすごい。ボトルチーズとか売ってんのやばいな。それは全然違うの？全然違う。大トロとかに関しては一番いい。うん、普通にオンラインから。もう築地やん、もう。一応カニもある。オンラインの築地ね。築地やな。ご飯に困ったら発数値言えばいいかな。いったら何かかある。何かかる。何かかる。大橋くんの冷凍庫に住もう。いや、大橋くんにお腹減ったって言えばいいってことやな。そう、一応ラーメンも作れるし、何でもある。ラーメンも美味しいところに聞いて送ってきてもらった。大橋はあの時入られへんから鍵の鍵で俺らにちょっと。違う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 。一人共有スペース、うん、みたいな。何共有スペースなんてないねん。これないから作ろう。じゃあ6人、うん、6人行くか。一旦その間を出てほしい。でも一回さ、7人でさ、なんか元やん。部屋、あの、だからお家を、お家を、それだから、そこを大橋の家にしちゃえば、うん、もう別に今から借りる借りないとかないやん。違う、おかしなこと言ってる。言ってる。しっかりでね、一番立ち悪いやつ。シェアハウス1回1ヶ月だけせえ。嫌やな。早かったな。だって絶対みんな生活習慣違うから。シェアハウスってさ、あれって部屋はあるってことやろ。部屋ある。リビングが一緒ってこと。そう。え、だからあれやん、前春もさみたいな感じだな。うわあ、あ、でもあれはちょっと楽しそうじゃない。ああいうなんていうか、ほんまにでっかい一軒家みたいな借りて、うん、リビングは一緒やけど、他は別々の部屋。そうだよ、7人の部屋がある。だから一軒家みたいなとこ借りるとこあるから、うん、貸しで、うん、1ヶ月だけ住んでみ、そういう企画みたいな。一旦大橋くん家で試しに1ヶ月貸します。いいねん。ええねん。一旦みんな別に自分の家でリモートでしますか、それ。いや、ただのリモートで、しかもリモートにしますかってさ、なぜかカメラ目線で言ってた。ちょっとこうなって、アレックスや。カメラの中を見せて。こちらが魚の焼肉、当店オリジナルのメニューですね。魚の焼肉？うわぁ、うわぁ、やばぁ、ほんまに焼肉のタレみたいになってる。やばぁ、完璧。うまそう。炙るだけか。うわぁ、うわぁ、やば。天才的な、無理やな。ニンニクの、うわー、うまそう。醤油のね、ちょっとやば。はい、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 何やろ、新感覚。あります。味付けはやっぱりすごい焼肉に近いけど、お魚なんかめっちゃあっさりしてる。おいしい。うわ、めっちゃ。いただきます。うまー、おいしい。うまー、これはおいしいわ。ニンニクもうまっ。うまできてきた。強兵はこうやって焼くの珍しくない。目の前あるんで。でもさ、ういける、もういける、もういける、もういける、全然焼ける。いやいや、さらみんな、さらさら。いいよ。コップのジョー、コップのジョー君言って。コップのジョー、コップのジョー君。あ、いいね。嬉しそう。ほら、ブルシャボやったー。テーブルをスッキリさせちゃいましょう。はい、俺ちょっとめっちゃ気弱いかもしれんけど、フライドポテト食べて。いいよ。いやでもな、いいよ、食べ食べ食べたいもん。食べたらください。じゃあ俺、じゃあ俺、なめろう食べようかな。あー、迷うね。ジブリって何が一番好き？もののけの姫。もののけの姫。ほにょ。ああ。千と千尋。ほにょ。あ、千と千尋ね。あの鹿がさ、大きなもののけになる。鳥が大きな。ナオシカじゃない。違う違う違う。風の谷はナオシカ。違う。別にもののけはな。オオカミ？え、じゃあ、なんかさ、鹿みたいなさ。二人が、二人が。解決ぞ。イシシとノシシ。懐かしい。懐かしい。解決ゼロリー懐かしい。やばい。イシシとノシシ。あれのコインゲームやってる。ある。あるあるな。ペン出してさ、あの芋食ってビューン。懐かしいですね。懐かしい。懐かしい。輪投げのやつもあるよな。やった。金魚すくいみたいなのもあるよ。あるあるある。あるな。あれ動かしてな。あれも瓦割りは瓦割り。ああ。あれ腕相撲もある。あるある。卓球もあるわ。あるあるある。
あの馬のやつ知らん。あ、知ってる。ダービーだ。そう、みんなでダービー。人参だけです。あ、やばいやつやった。メダルゲームやりたいな。確かに。あれさ、入ろうと思った瞬間に当たるやん。せん。せん、せん、せん。でもこの前、やりたい。一人でやりたい。うん。楽しそう。で、俺は、今4000枚溜まってる。4000枚？すごっ！やば。星がブルシャブ。いやー！来ましたー！ダービー。2人前ですね。はい。これで2人前。きれい。すごい。うわー、いいっすね。キャベツ。白菜です。白菜最高。今のは、うわー、キャベツ。白菜です。この一瞬でもう顔真っ赤。いや、笑いすぎてる。あー、めいたい。お前さん、料理担当よ。うん、めいたいわ。あれすぎて。火出てきたらさ、一気にちょっとさ、熱なってきた。あと眠たなる。眠たなって。確かに。もう、大悟に誕生日プレゼントあげた人いる？あげた？くれてくれた？何あげた？上着？うん、もこもこの上着くれた。嬉しかった。可愛いと思ってめっちゃ可愛かった。それを渡した。うん。来てる？来てる、今日来るや。あ、あれ？うん。あれだからかなんか俺が前の現場で来て帰ろうと思ったらやめろよそれ話せめっちゃ嫌いかわいいよそれそんな白紙じゃないでいやそれ俺のやみんな気出してあっつうか俺のなのにっていや言うてない言うてない感情の振り幅全然そうかったもんいやそれ俺のやぐらいもうもう修学旅行生やべえ出てきたどけどけ生で食べれるんで、はい、2秒ほどで2秒すぐに白変わるんで1、2、3もう買った3おい言うね1、2、3これもさ、もうせかしてるやん、もう絶対いいのよ、そんな細かいこといただきますあ、ありがとう2人取ってます大革命ブリブリ美味しいうまっいただきまーすポン酢味になるポン酢も美味しいお好みで万能ネギポン酢に入れてくださいこれこれちょこっとだけのっけて味変えてみてくださいはいはいあと辛いの苦手じゃなければうまっうまっいやいやブリうまっいっちゃうよあー作ってくれるのうん、いっちゃうぞガキいっちゃうんだぞでもブリ食べたらしっかりもうカキいけるって食べるやらさせてチョー君タコ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 うまごめんそこいっちゃったよ全然大丈夫よっしゃうまいうまっタコうまいわブリしゃべブリしゃべやばいなこれブリ何秒や2秒3秒あ、3もうめっちゃもっと沸騰してる、はい、あ、あ、食べた食べたっけうまっはいありがとううまっうまっ牡蠣探せ、牡蠣を探せ牡蠣あるよ、こここれこれこれめっちゃうまいうまっタコうまっうまっゆうちゃんなら白子はこっちもやっていいはいはい。何？はい。何？漏れる。漏れる。今手ちょっと。うん。白子絶対うまい。後ろ痛くなってきた。食べたらな、それはなるやん。明日暖かいし。明日皆さん、お仕事は？明日マルスです私。何マルス？これ。6時40分。いい？いい。はいや。まあドラマな。ドラマと。なんか雑誌ですえ何時ですか4時え朝夕方びっくりしよう今の4時は朝っぽかったいや朝っぽいよねドラ…2つドラ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 えもんいたドラえもんドラえもんドラ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 オフの人いますほぼほぼえ、2人オフってことはどっか行くんちゃん2人で行くんちゃんどっか行くんちゃん築地築地築地朝から一番早なるやんちゃん4時4時案内したるで築地はよいしょ築地に住まれてるんですか住んでないです会社知ってます何ですかあの築地のあの
三輪のやつ、ドラム缶みたいなやつこうやってやるやつね。そうそう、築地行ったら結構大橋さん遭遇情報で、大橋築地で運転してたって。いや運転の方がない業者の人で帽子の上に3422みたいな書いててあのさ、年末にさ配信やったやんか、うん、大晦日の時、あの時にさ、なんか実家に電話かけるみたいなゲームあったやん。あったな。あったな。いやゲームっていうか、ジョー君が初めてやん。勝手にな。ミッチーがさ、俺ん家にかけたやん。うん、でその後姉ちゃんが出てさ、うん、ミッチー、あの道田ですみたいな人瞬間さ、姉ちゃんがさ、うん、はいみたいな声変わって家帰って、うん、正月。いきなり、なんかミッチーと喋らせてくれてありがとうなって感謝ね。ありがとうございます。めっちゃ喜んでた。ジョー君、なんかその他にも、セザン君のね、そう、実家自宅の電話にもかけてたもん。え、毎年かけてない。毎年かけてる。最初、あれやね、お父さんそうなってるな。はいって言ったら、あ、すいません、セザン君の家ですか。おぉ、はいって言って、セザン君っていますか。お、いますよ。せや、多分ジョー君や。はい。夜11時過ぎ。バレてんねん。そう、バレてんねん。勝手に登録すんなよな、この番号。違うやん。さあ、まだ残ってますけどね。うん、明日、ミッチも早いということで、早めにお開きにしますか。はい。うん。いや、めっちゃ美味しかったもん。美味しかった。ほんまに。これなんか結構、天才。せやろ。当たったやろ。こうやってね、7人で楽しくご飯食べれたということで、うん、2024年、頑張れそうです。頑張ろう。頑張ろう。ありがとう。みんな食べようぜ。じゃあ最後は、じゃあ一本締めで、いや一本締めの方、昆布締めの方ですか。いや一本投げかな。一本投げ十行や。十行結構真面目にいきます。はい、よってやつですか。いやもう何でもいいよ。せーの、ありがとうございました。ごちそうさんです。ありがとうございました。今からも食べます。いやい以上、なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく。グッドボタンもよろしく。ブレシャブブレシャブ、イエーイ。変なおかしいよ。ブリーダンス